ってくれてありがとう。湖南市石辺西、旧東海道から少し入った住宅街の中に宇佐美菓子店アラメゾンはある。いただいたありがとうメッセージ。フランスで修行され、京都の超人気店一膳屋で商品開発にも携わられた宇佐美さんが、ケーキ店の少ない地元で開店してくださいました。会ってくれてありがとう。ありがとうございます。アラメゾンは2017年の年の瀬にオープンをした地元に根ざしたケーキ屋さん。近所のお年寄りにも気軽に入ってきてもらいたいと思った。50代60代の方だとか、あと子育てをやられてゆっくりされているような方が来てくださるお店になればいいなと思って開業しました。チーズケーキください。はい、この間焼き菓子買って帰ったんだけど美味しかったですよ。なんかペロッと食っちゃって。ラインナップはシンプルで分かりやすいものを心がけている。できるだけ上質なものを用意しているので、マーガリン使わずにバターだけで、生クリームとあと滋賀県産のフルーツだとかを頑張って使うようにしてます。バターサンドは口コミで人気メニューになった。宇佐美さんは一貫して菓子作りをしてきた。フランスで修行をし、菓子作りを見つめ直したこともある。子育てが一段落し、再出発として始めた自分の菓子店アラメゾン。どうしても私が自分であるためにお菓子が必要であったので開業しました。こだわって作る創作ケーキも人気だ。口コミで注文が後を絶たない。誕生日のケーキを注文し、インスタグラムいや可愛いし、近いところにあるし、ちょっと気になるなと。宇佐美さんが手掛ける新商品は、地域のフルーツを使ったドライフルーツ。市が新事業応援ファンドを使って事業化を行った。湖南市商工会がサポートしてくれた。宇佐美さんが前から思っておられたのが、地元の生産者さんと消費者をつなげたいという思いを強くお持ちでして、こう生物っていうのはすぐに傷んでしまって廃棄しなければいけないというので、ドライフルーツにすれば長くその商品価値が上がるでしょうという思いを持っておられて、パティシエが作るドライフルーツっていう、そのコンセプトがきっとこう素敵だなというふうに思ったんです。当たり前が眩しい。焼き菓子だとかの事業がもう少しこう大きくなって、子育てママさんたちが働くような機会があれば採用してしていきたいなっていうふうに思っています。いつもの散歩道にあるケーキ屋さん、宇佐美菓子店アラメゾン。会ってくれてありがとう。